ミッション、スペースは海外のディズニーパークにあるアトラクション。エプコットのフューチャーワールドのミッション、スペース館にある宇宙飛行士の訓練を体験するシミュレーター型アトラクションである。NASA が実際に使用している装置で強い重力を体感できる。ホライズン図鑑を閉鎖して2003年にオープン。比較的緩やかなグリーンミッションと重力が強い。 オレンジミッションの2つのコースがある。2017年に内容を変更するなどのリニューアルがあった。グリーンミッションでは国際宇宙訓練センターでブリーフィングを受けた後、X-2 ディープスペースシャトルに乗って火星へのミッションを行うが重力はほとんどかからないという内容であった。2017年8月のリニューアル後、グリーンミッションでは 地球の周りを緩やかに周回し、ハワイ諸島、イタリア半島、オーロラなど、宇宙からの素晴らしい景観に遭遇しながら、フロリダのケネディ宇宙センターに着陸する、という家族でも楽しめる内容に変更。オレンジミッションでは、国際宇宙訓練センターでブリーフィングを受けた後、X-2 ディープスペースシャトルに乗って火星へのミッションを行う。名のゲストは、 それぞれナビゲーター、パイロット、コマンダー、エンジニアを担当し、飛行中に正確なオペレーションを行うよう指示され、実際の重力を体感できる。https コロンスラッシュスラッシュ d i s n e ー g o c o m スラッシュアトラクションズスラッシュエプコットスラッシュ m i s i s o n s p a c e スラッシュありがとうございます。